幸せそうならよかったって言ってみたい。ワナンバー向かう遊園地、深夜3時の自販機、待ち合わせは南口の階段下。なんででしょう、どこに出かけようと何かの気配がするよ。また誰かに取り憑かれちゃって、ベッドは半分しかつかないし、あれだけ太っていたクローゼットがダイエットしちゃったり、捨てるだけ物は溜まっていくみたい。存在も原因も身に覚えならない、まるまると残っていたシャンプーを見て胸が痛んだり、あれだけ嬉しかった玄関は余計に重く感じるのです。親愛なるユーリ様よ、どうかいち早く上手を。今からすれば幸せのアイスコールがいなくなることだから、料理は寂しいね、でも君はそれ以外のと笑うから二人も食べてしまったよ。たわいない話をしたり、喧嘩してそっぽ向いたり、仲直りで狼だれた夜の更新はもう済みでしょうか。明日の更新僕の頭のよろしく。ゲリラ豪雨と同じで、すぐに降りやむと思ったんだ。忘れ物した時と同じで、すぐに帰ってくってさ。家を出て行く君のその一歩、眺めてただけだった。安心しといてね、曖昧にでもちゃんと忘れていくよ。でもさ、思いもしないようなタイミングでばったりと出会うことがあるなら、どうか綺麗でいないで。誰かに取り憑かれちゃって、ベッドは半分しか使えなくて、あれだけ太っていたクローゼットがダイエットして